はい、どうも。優しいお兄さんです。ただいま、日時ね、2015年の6月15日、時刻は17時4分を回ったところです。検索ワード、左側に出てますけれども、山口県の下関市の住宅にね、とある家に訪れた女が、67歳の女性をね、棒のようなもんで、殴って今逃走中ですと言うんで、殺人未遂事件っていうことで、警察は今女の行方を追ってますっていうところで、これを調べていこうって思ってね。それではやっていこうかね。そしたらこれね、お兄さんね、普通のブラウザ使ってます。普通っていうか、Firefox っていうブラウザ使ってます。んで、みんなと同じね、インターネット環境で、もってして、普通にGoogle っていう検索エンジンを使ってね、こうやってニュースを見ていきます。見ていく、ね、調べて見ていく関係上ね、2ちゃんのアンテナサイトとか、ね、普通のニュースサイト以外に、そういうどっかから情報引っ張ってくるサイトとかね、開いて普通に読んじゃうから、ゴシップ情報なんかも掴んじゃったりします。で、そういった場合に、ね、すべてお兄さんの動画、これニュースじゃないんで、真に受けないでくださいね、お兄さんのこの内容をね。で、ゴシップ情報が苦手だよ、そんなちょっとあんまり好きじゃないよ、ゴシップはね。っていうんであれば、お兄さんのこのね、メッセージ聞かれたら、他のチャンネルなり動画なり映っていただければなって思います。それではやっていきましょうね。ちょっとね、左側のここ、切れちゃってますけれども、これまた意味わかんねえんだよね。これで見えるかい？とりあえずね、山口県、下関市、棒で、殴り、逃走っていう感じだよね。ニュース。で、Google お兄さん使ってます。なんで、お兄さんのね、今この現時点のこの時間では、この検索結果だけれども、またね、皆さんが自身で調べるっていう時には、ちょっと並び変わってると思います。でね、お兄さん、ニュース記事をとりあえず見ていくね、これね。これ産経ニュース。67歳女性、訪問者が殴打。頭から出血、下関。14日午後8時35分ごろ、山口県下関市。これは、なんていうんだ、上新地っていうものかな。住宅で、この家に住む女性が、頭から血を流しているのを近くに住む、親類の男性67歳が見つけ、下関署に通報した。女性はマスク姿の女に殴られたと話しており、下関署が殺人未遂容疑で、捜査している。下関署によると、女は駐車場を借りたいと女性宅を訪問。応対した女性の頭部を突然棒のようなもので殴り、徒歩で逃げたという。女性は頭部と左手を負傷。女は50から60代と見られ、身長約160センチ。黒の上着を着用し、髪を後ろで束ねていたという。山口県か。なるほどね。これね、またびっくりだよね。駐車場借りたいんですけど、って、ああ、どうぞどうぞってやってる最中に棒でもってして殴ってくるわけでしょ。ああ、14日夜、山口県下関市で住宅を訪ねてきた女が棒のようなもので高齢の女性を殴って逃走し、警察は殺人未遂事件として捜査しています。14日午後8時半頃、下関市の住宅でこの家に住む坂本光子さん、67歳が訪ねてきた女に棒のようなもので頭を殴られました。警察によりますと、女は駐車場を借りたいと言い、坂本さんが手続きしよう
としたところ、まあ、そういう、あ、お家なんだね。いきなり殴りつけてきました。坂本さんは頭と左手に怪我をし、病院で治療を受けてます。びっくりした。可愛がってもらった。恨まれるような人ではない。女は年齢が50から60ぐらいで、身長は160センチ程度、黒い上着に白いマスクをつけていたということです。これちょっと見てみようかね。昨日午後8時半頃、下関市の住宅で、この家に住む坂本光子さんが、訪ねてきた女に棒のようなもので頭を殴られました。警察によりますと、女は駐車場を借りたいと言い、坂本さんが手続きをしようとしたところ、いきなり殴りつけてきました。坂本さんは頭と左手に怪我をし、よくわかんねえな、これもなんだ、なんか精神患ってるようなやつだったりすんのかな。上新地町、棒、ヤフーニュース、デイリーにちゃん。マスク姿の女が豹変、突然棒で、ああこれも動画か、動画見ていいかい。山口県下関市の住宅で訪れたマスク姿の女が、この家に住む67歳の女性を棒のようなもので殴って逃走しています。昨日午後8時半過ぎ、下関市上新地町の坂本美子さんの家に駐車場を借りたいと女が訪れ、坂本さんが手続きをしようとしたところ、女が突然棒のようなもので坂本さんの頭や左手を殴り、徒歩で逃げたということです。坂本さんの怪我の程度は分かっていませんが、病院へ搬送する際には話ができたということです。逃げた女は年齢50歳から60歳くらいで、身長はおよそ160センチの小太りで、これ使えるね。お兄さんの動画でもちょっとここ使わせてもらうわ。言うんで、こうね、これどうしよう、上に置こっか。でこれはね、兄ちゃんね、ここにはあんまり盛り上がりがないっていうか、まあまあ有用な情報はなさそうだね、ここにはね。ツイッター、検索、これで、下関女棒、これでやると、ないね。上新地町だっけ、上新地町、出ないね。これだね。まあ、まだ捕まってないんだろうね。マスク姿の女が豹変、突然棒で女性を殴って逃走。これ何、これ石門、殺人未遂容疑事件の発生。すごいなこれ。駐車場を貸してください。あ、車社会的なところだったらね、車で移動っつうのもあるでしょうから、まあいずれにしても
どういうその、ね、場所なのかよく分かりませんけれども、駐車場を貸してくれるっていうのを知っている、まあ、ものだよね。まあ、そりゃそうだよね、うん、なんでね、あの、まあ、普通にあの、ね、生活しててこうね、じゃあ、はいよ、じゃあ、駐車場貸そうか、じゃあ、ちょっと待っててね、紙持ってくるからね、さ、どんどんって殴ってくるんでしょ。わけわかんねえから、最近。まあまあ、そういうことなんでね、今年も変な事件多いですけれども、皆さんね、しっかりとね、気をつけて、生活してくださいね。まあ、お兄さんちの周りにもね、もしかしたらそういう人いるかもしれないけどさ、まあお兄さんも気をつけてね、やっていきたいと思います。それでは、失礼いたします。優しいお兄さんでした。